はい、どうも、そうです。ピチピチということで、今回もスライムランチャーやっていきましょう。ちょっとね、久しぶりだね。いや、久しぶりかな？いや、あ、待ってよ。でも動画出したのは多分、まあ、2日前かな？ 3 日前かわかんないけど、まあ、撮影したのは、1週間ぶりくらいです。はい。ということで、やっていきましょう。今回はね、まあ、前回かな？前回、なんだ、青色の帯がついたボールがね、開けることができるようになったんで、これですね。これトレースアークラッカーマーク2ってことで、この青色のね、帯がね、まあ、開けれることになったということで、今回はこの青色のね、帯のついたボールをね、まあ、開けていこうかなと思います。ということで、まあ、心当たりがあるところがあるんで、そこに行ってきましょう。オッケー、あった。開けていきましょう。オープン。何が出るかな？開け方は変わらないのか。あ、ピンクコーラルコルムンズ。まあ、よくわかんない。多分これはあれだね。前回の、置いたときに、これの青バージョンがね、まあ、作ったんで、これ、まあ、これのね、まあ、ちょうど、ここにある、こういうなんか、変な、なんか、富士壺みたいなやつが多分取れると思います。痛いね。痛いね。じゃあ他にいろいろもっと探していきましょう。多分ここら辺にね、あったと思うんですけど、なんかちょっと危険な音楽が流れてるけど、無視しましょう。うわ、これすごいな。すごいアトラクションというかギミックじゃないか、アトラクションできるね。どうでもいい。で、クヨン、ここにあった気がするんだけど、あ、ない。よっしゃー、ということで、2個目見つけました。いや、いざとなってね、探してみると、いやー、ちょっと、なかなか見つからないですね。ちょっと開けていきましょう、2個目。はい。何が出るかな？グリーンスライムランプ。ってことは、この、まあ、緑色スライムのランプってことなのかな？なんだっけ、感染スライムだったっけ、名前は。まあ、でも、出すぎだって、もう、相手がもう、本当にね。スライムランプがね、なんか、明るい。明るいですね、スライムランプは。はい。いや、本当にね、全然見つからない。いや、探そうつって探したらね、見つかんないのにさ、なんか探してもないのにさ、見つかるときってあるよね。とりあえず、ここまで来てみたんですけど、ここなんか結構見つけたよね、ここら辺探索してたらね。こう、あったあった。開けよう。オッケー。まあ、引っかかったんだけど、オッケー。何が出るかな。新しいね、技術とか欲しいんだけど、グローコーンズってことは、あ、これか。まあ、これかな？あれ？あ、これだ。なんか多分これだね。なんか絵的に。これが、ゲットできたの。これがね、作るようになったのかな？なんか、あれだな。装飾系しか出てこないな。新しいなんか、ワープとかそういう技術が欲しいんだけど、いやー、ないのかな。はい、とりあえず、なんだっけな、普通にドリルで、いろんなところにドリルを置いとけば、低確率でね、まあ、ダイヤがね、出るということで、とりあえずここに2個くらい置いときましょう、ドリルをね。で、あとは他に、いろんなところ、ダイヤとか出てきそうなね、ところ、例えば、まあ、こういうところとか出てくるかな。出てきそうじゃないですか、こことか。出てくるかな、まあ、置いときましょう、はい。で、あとは、どこがいいかな。ここの方にワープして、こことか出てきそうね、ダイヤ。ここに置きたかったけど、置けないの、これ。あ、これドリル6個しか置けないらしいですね。ああ、そういうことか。じゃ、他にも、まだ、ここさっき置いたところに、ところっていうか、ところにというか、他にも6個、まだ、まあ、見てないドリルがあるっぽいですね。まあ、とりあえず、まあ、一回寝て、もう一回ドリルのね、中身を確認しましょう。まあ、出てくる、ダイヤがね、ダイヤモンドが出てくれると嬉しいんだけど。よっしゃー、ということで、ドリルのね、中身を見ていきましょう。ちょっとね、多分、二つ、二回夜眠ったんで、オッケー。よっしゃー、おはようって感じだけど、あ、はい、これは出ないね。これは出ないんだね。オッケー、いいんじゃない、もう。よっしゃ、ということで、ここに一つ置いてるんで、これも見ていきましょう。はい、出ない。あ、でも、インディゴニウムは美味しいね。なんか、ここら辺にもう一つ置いた気がするんだけど、置いたかな？あ、あった。ここも開けていきましょう。出るかな？はい、出ない。はい、出ない。
まあ、とりあえずここに、テレポーター、転送装置あるかな。これだね。OK。で、入れましょう。はい。はいはい。OK。で、あと、ここにね、もう一つ、ここにあるんで、石油系のやつが、出していきましょう。出てこないなぁ。一回だけなの一回だけなのこれ。なんか、マーク2置いた気がするんだけど、まあいいや。なんか、僕が欲しいものが出てこないなぁ。なんか、緑色っぽいね、やつが欲しいんですけど、今。全く出てこない。はい、ということで、最後にね、この1個開けていきましょう。出てこないじゃん。本当にそんな確率低いのこれって。ちょ、ここも開けていくか。なんかマグマっぽいんで、待って、ちょ、なくならないように先にゲットしとこう。なにこれ、ラバダスト。新しいやつじゃん。え、めっちゃ嬉しいけど、あ、待って。あ、ミスって。間違ってここに別の置いちゃった。本当はこれが置きたかったんだけど、空気清浄機みたいに置いちゃった。まあいいでしょう。これ入れとこう。やった、新しいのゲットした。やっぱここまだまだ新しいのがね、取れるみたいですね。ちょっと希望の光が見えてきたよ。うん。そういえばさ、ここらへん、ここにもあったような気がしたんで、ちょっと探してみたら、ありました、ここに青色のやつ。開けていきましょう。いやー、なんかいいの出てきて、お願いだから。いらないよー。いやー、ということで今回のスライムランチャーね、なんかあんまりいい結果が得られなかったんだけど、ちょっと今クリスタルスライムのね、かけらがすっごい大量に、待て、脱走しちゃダメでしょもう。あれあれあと1匹消えたんだけど、あれ、あと1匹どこ行った。ちょっとやばいな。ちょっと、お、壁を高くしよう。ごめんね、1匹どっか消えちゃった。ごめん。まあいいや、とりあえずまあ、このままだ、ほりほり中なんですけど、いやー、なんかね、なんとも言えなかったね、本当に。うん。まあ、とりあえず、まあ、今回はどういう成果が得られたのか見ていきましょう。とりあえず、ここら辺はね、こういう、まあ、工業系の、まあ、なんか技術はね、まあ、ゲットできずに、まあ、これもね、なんかまだ、このクリオスっていうのね、よくわかんないんですけど、今回デコレーションズがね、結構、それましたね。これ、グリーンスライムランプと、まあ、ピンクコーラルコルムスよくわかんないんだけど、あとはこれと、グローコーネズ、コーンズと、ファイアフラワーパッチをゲットできました。そういう、こういうのはね、なんか、インディゴニウムが結構必要になるらしいんですね。はい。まあ、とりあえず、グリーンスライムランプをね、置いていきましょう。はい。よっしゃ。というわけで、まあ、これ、グリーンスライムランプ1個作って、これね、一旦ね、取りましょう。取り除いて、ちょっとね、置きたい場所があるんで、僕、ちょっと、そこ行きましょう。見てこれ。よくない？あ、そんなよくないか。なんかね、馴染まないんだよね、ここに置くと。なんか、もうちょっとなんか、広い、室内っぽいとこに置きたいよね、こういうの。なんか、グッズ化したら買いそう、僕。ちょっと、買いたいですね。2000円くらいの価格だったら買うと思います。なんかすごい、動きがシンクロしてるんだけど。大丈夫？なんかすごい仲良しだね、本当に。なんかもう顔も見えなくなっちゃったよ、もう。ひどいね、もう水かけとこう。はい。涼しいですね。というわけで、今回のスライムランチャーどうでしたでしょうか。まあ、今回はね、なんか、あんまり良さげな感じしなかったんだけど、とりあえず、あれだね。一番は、ダイヤモンドをね、やっぱ取らないといけないかな。うん。ダイヤモンド取ると、一個でも取ったらね、いろいろ作れるんですよ。ね、結構ね。とりあえず、まあ、ダイヤモンドをね、まあ、取るのを狙いつつも、次回は、待ってよ、次回はね、ここじゃない。ここにある、待ってよ。このスライムステージとか、スライムフープとかね、いろいろ、こういう、何これ、テーミングベルっていうのかな、よくわかんないんだけど、こういうのいろいろあるんで、とりあえず、スライムステージを買おうかな。オッケー！ということで、ちょっと材料見てみよう。買えるかな？これか。あ、これだ。インディゴニウムが必要なのか。オッケー、じゃあ次回はこのインディゴニウムを取ってって、なんかこのパート1、スライムステージをなんか作って、なんか、どういうものなのかというのをね、まあなんか見ていきましょう。多分、パート1っていうことは、まだ、なんかパート2みたいな、なんか3みたいな、ね、どんどんレベルアップしてくるんでしょうかね。まあよくわかんないんだけど、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回もね、見てくれると嬉しいです。ということで、また見てください。じゃあ、バイバイ。